映画が完成しました。今日こちらへ来るとき桜が満開でした。そしてそのとき私は志村さんを思いました。長時間となりました。フォトセッション以上となります。ありがとうございました。はい、須田雅樹です。今日はお集まりいただきありがとうございます。完成報告会ということで、映画が完成しました。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。若き日の吉子を演じました永野芽郁です。今日はここにいられることを本当に嬉しく思います。よろしくお願いします。今日こちらへ来るとき桜が満開でした。そしてそのとき私は志村さんを思いました。いろんなことがあってでも今日のこの日を迎えられたこと本当に良かったなっていうふうに思っております。今日はよろしくお願いいたします。若き日のテラシンを演じさせていただきました野田洋次郎です。この映画は現代パートと過去パートに分かれていて共演者なんですけども今日初めてお会いできるお二方もいらっしゃいますしとても楽しみにしてきました。小林年次でございます。テラシンの使用後の姿でございます。コロナ禍の中での撮影それでも山田組といえば、いい意味で大変な撮影なんですけれどもコロナ禍でまた大変な撮影本当に全員の汗と結晶の作品そんな熱いものがとっても今日感じます。皆さんよろしくお願いいたします。須田君と永野さんの間に生まれた寺島です。本当にこの多くの記者の方に今日はお越しいただいてこの映画がたくさんの方に見てもらえるのではないかという期待をしております。本当に撮影中からいろんなことがあって今日の日を迎えられたんだなと思うととても心がドキドキしています。そうね、なんといっても準備がどんどん進んで衣装合わせも済まして本読みまで第1回の本読みまでした後でね主役が亡くなるっていうようなことはこんなことは僕も体験したことがなかったんですね。だから非常になんていうのかな混乱したというか一体どうすればいいのかこういう時はね その時のことを今でも思い出します。でもいろんな経緯があっていろんな考え方をして澤田研二さんに代わりやってもらうってことでそれがどうなるかっていうのはかなり不安もあったけどもとってもなんていうかなこの新たな最初を考え志村けんで考えていたと全く違う別な魅力のあるこのおじいさん酔っ払いで博打好きのダメなお父さんを演じてくれて今はホッとしております。そんなとてもなんていうかな大事件のあった映画だなとこんなのは僕の長い映画人生でも初めてだなってことを今しみじみ思います。ちょうど1年前の今日もう一人の主演である志村けんさんがご逝去されまして撮影も長期中断となり澤田さんがその意思を継ぎようやく完成を迎えたんですが
須田さん、この作品をご覧になったとき、どんなご感想をお持ちになりましたか？そうですね、ご覧になったとき、見たときですよね。でもものすごいパワフルで、もちろん僕が郷を演じてたときには想定してないその出来事だと思うんですけど、ものすごく澤田さんがパワフルで動き回って、多分俺より動き回ってんじゃないかな、すごく大暴れしてて、で撮影現場も一度見学させていただいたんですけど、もうその時からすごいチャーミングで、なんかそのなんというのかな、ダメなんだけど色気があって人が周りに集まってっちゃう、すごく魅力的な郷だなと思いました。セッションに入らせていただきますが、まずセンターブロック前、そして後方という形で、順番に撮らせていただきます。後方のブロックに今日ムービーカメラたくさんお越しいただいておりますので、こちらは何かこう手を振っていただくなりアクションがあるととても嬉しいです。センターご覧いただきまして、はい、ムービーカメラの撮影をさせてください。もう少しください。あ、小林さん素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。長時間となりました。フォトセッション以上となります。ありがとうございました。以上をもちまして完成報告会見を終了いたします。ご出演者の皆さん、そして山田監督、ありがとうございました。